注目を集めたのは、築地市場の移転予定地の豊洲地区で行われていた土壌汚染処理実験の最終結果についての知事の発言でした。都は今年1月から6月まで行った実験の結果、すべての汚染形態について基準値以下に処理できると結論付けました。知事はこの結果を受けて大変結構と述べ、議会に対しては移転への賛同を求めました。大変結構だと思いますね。やっぱりね、その日本の先端技術を駆使してですね、ケースによってはね、人工的に20万倍の土もこさえてですね、やった結果ですね、汚染の除去可能だってことなんで、まあこれ要するに最高権威の方々がね、その実験の結果っていうものを是としてくださったんで、大変好評と思ってますけども、ぜひ議会もですね、こういったものを要するに慎重に審査してですね、移転に賛同していただきたいと思いますね。また元の土壌だけではなく、後から運ばれた盛り土からも汚染が見つかった問題については、知事は慎重に対応する姿勢を見せました。土壌の汚染ってのは非常にデリケートな問題ですからね。それやっぱりそのなんていうのかな、検査の頻度が落ちてた、足りなかったっていうのはけしからん話ですな。でいずれにしろね、出てきてるものはその地下に埋蔵されてる毒物と同じようなものらしいですからね、その外から運ばれに対して何か染み立ったにしろ、それに限って言うとですね、この間検証いただいた技術で完全に除去できますから、どうぞご安心くださいませ。明日から東京メトロが都営線の始発に合わせて浅草駅と日本橋駅でシャッターを開ける時間をおよそ10分早めることになりました。知事は当たり前のことをやるだけとし、扉だけは一元化したと今後への期待を述べました。